小沢敏郎は、日本の外交官、財務委員国際機関政府代表部、特命全権大使、国際連合政府代表部大使、国際平和協力本部事務局長、南アフリカ共和国中札特命全権大使などを、歴任した。九百四十八年生まれ、東京都出身。東京大学に進学し、法学部にて学んだ。九百七十九年に、 東京大学を卒業し、外務省に入省した。2012年3月12日、ウィーン国際センターでの東日本大震災1周年、追悼式典にて、外務省の本省においては、事務次官秘書官を経て、北米局の安全保障課や北米第一課にて、それぞれ課長を務めた。1998年には、北米局の参事官となった。在外交官においては、 1994年には在ロシア大使館の参事官に、1996年には在マレーシア大使館の講師となった。1999年、日本国際問題研究所の所長代行に就任するとともに、九州大学の客員教授を兼任した。2001年、在バンクーバー総領事に就任し、在バンクーバー総領事館に駐在した。2003年、 国際連合政府代表部大使に任命され、アメリカ合衆国に所在する国際連合政府代表部にて参席として勤務した。2006年、内閣府の特別の機関である国際平和協力本部の事務局長に就任した。2008年、南アフリカ共和国中殺特命全権大使に就任し、在南アフリカ共和国大使館に駐在した。在任中、 大使館を訪れた、ニワンゴ取締役の西村博之らの取材を受ける、形で、ニコニコ生放送に出演した。同放送では、2010FIFA ワールドカップを前に、南アフリカ共和国の治安などについての説明を、行った。2012年、ザイウィーン国際機関政府代表部、特命全権大使に就任し、オーストリアに所在するザイウィーン国際機関政府、 代表部に駐在した。在任中は、福島第一原子力発電所事故が未だ収束しないこともあり、国際原子力機関など原子力に関する機関との関係強化に尽力した。2012年3月12日、包括的核実験禁止条約機関、準備委員会事務局長、ティボルトーと国際原子力機関事務局長、天野幸也 国連薬物犯罪事務所事務局長、ユーリ・フェドートフと共に、東日本大震災の犠牲者のため目祷2012年3月12日、ウィーン国際センターでの東日本大震災1周年、追悼式典にて2012年10月24日、国際原子力機関事務局長、天野幸也、原子力規制委員会委員、大島健三と、ありがとうございます。